こそだ。そろそろ朝かな。よし、目覚ましたよね。覚ましたよね。まさかゲームで疲れたなんて言わないよね。ねえ、やりたい。だから一回編集を頑張って、頑張った後にもう一回出勤するっていう、そういう人たちだよね。出勤で挟むみたいなことだよね。そうだね。先にちょいぼ出勤サンドイッチってことか。そうそうそう。先にちょっとご褒美もらったよってところで。ダメだね。それダメだね。今度からやめよう。今度からやめようか。走って日の光浴びながら自由に。ねえ、ずるいの崩れないね。お疲れ様です。ナイス。いや、今来たとこだよ、これも。あ、今ですか。うん、よし。今日休日、休みじゃなかったんですか。いやー、今日出勤しないともうまずいね。あ、そうそう、うん、溜まってるって感じですか。いや、もう月曜じゃ間に合わないから。ああ、なるほど、うん、多いっすもんね、やることが。いやー、すいません、すいません。延長コードって持ってこれる？延長コード、はい。あそこに。あ、はい。これだったら短いから。ちょっと嬉しいな。これ走って、構造が。集中してください。あ、集中してください。開始1分59秒で飽きた。今結構やってた。やってた。今もやってた。でも2分しか経つな。怖いでしょ。怖いの。いや別にその、集中しないとかじゃなくて、そう、この効果音かな、あの BGM かなーって2分。でも眠たいなと。明かりか。明かりあるね。あったかいもんね。安らぎではある。そう、安らぎではある。家具がナチュラルだったり、そのあ、そうだね。なんだ、癒しだよね。なんかどうしたら眠らない部屋を作れる。真っ黒とか鏡張りとか全部。待って、充電何パー？もう結構少ない。もうやばい、9だ、やばい。え、早いな。さっき帰ったの。ゲームしたでしょ。そりゃそうやって。バッテリー交換しまーす。スリップしてよっしゃ、よっしゃ、行こうか。やろ。オッケー、やるよ。よし、よし、くる。よし、よし、くる。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとクレームシスターみたいになりたいね。
白かったなと思って見てください。キュートじゃないですよ。キュートじゃないでしょ。ほらね、一緒に編集するとさ、こうやって共有したくなっちゃうから。そうなんだよね、このあるあるじゃない？なんか、ね、笑ってたらさ、もう見て見て、うちらのあるあるだよね、これ多分。何が面白い？あ、面白いけど。やめてんだよ。一回集中しないで、無ね。そうだね、はい、ご迷惑をおかけしております。どうしてもやりたいやりたいやつやりたいやつやさっき効果音みたいなの探しててただ聞いてる時間あったもん。全部の効果音でも全然オーバークックはできる。わかる。なんだこの見た、この今の目の光だと。でも全然オーバークックはできる。1時間だけ頑張るっていうのはどうですか。はい、わかりました。でもどうにもこうにもガブラッチ的な感じで終わる。まあでも今日続けたいならばオーバークック1時間だけ、時間だけさよならか。そうだね、いうことよね。明日の時間もだってさ、明日の時間来てんのか。2時だよ。どうやって行くの。チャリ。チャリだな。雨降ってないか。え、あー 40% マジでさ、早く雨季終われ。ずっと 40% 明日は雨季だから眠いんだよな、多分。雨季やめてさ、梅雨って言えよ。雨季だる。雨季だる。雨季本当にお願い。じゃあ終わらす。あ、ごめんね。今ね、うちらって何かと理由つけて、ねえねえ、だからなんか仕事はからならないって一年中言ってる。梅雨だから、梅雨だから、梅雨だから、梅雨前だから。暑すぎて、寒すぎて、気圧が弱いじゃん。体弱い人間って弱い。守って。ねえ、守って。誰か編集して。これ何パーセントだ、それ。あと
なんかちょっとあれ結構ギリギリかも。 13? で止めます。まあじゃあ皆さんね、今日はね、あの実況形式でこんなことをやってますっていうのをちょっとプロポーズ、お見せしてみる、お見せしてみる、実況形式でやっていく、はい、ということでね、今回はこの画面を実際に見せながら実況的な感じでね、はい、やっていきたいと思います、はい、まずはね、こうやって開いてね、これこうあの動画の中のこのスクショ、スクショでこう一番こう盛り上がった部分なんかをこう入れると、はい、でこう手前のね、あのすき焼き、鍋がちょっと蓋閉めちゃった状態だったので、はい、あの合成します、これは、もうあのあすき焼きやってるんだなっていうことが一発で見て分かるように、あのこの開いた状態の鍋を合成していくと、で、あのさらにはですね、こういう風にこうお鍋にオーラを出すこともできるので、はいはい、いいですね、いいですね、お鍋がちょっと目立って、一気にこうね目立ちますもんね。そうですね、あ、すき焼きだってなるわけですねこれで、はい、サムネって一瞬じゃないですか、見るの、何の動画を見ようかなってなった時に、これ一瞬でこう目を引きつけるためにいろいろ頑張ってます YouTuber は、はい、インパクトのあるサムネイルをということなんですね、はい、で私たちがこのアドビフォトショップで大好きな機能、この顔をでかくするっていうね、よくやりますねこれね、はい、やりますね。これあのどうしてやるかっていうと、やっぱりあのスクショとなると顔が小さくて表情があまり見えなくなってくるんですね、で、そうするその大きくすることで一発で、あ、こんな顔してんだなっていうのが、あの分かると、はい、やっぱサムネってあのちっちゃいですからね、あの表示される、あのあれがね、YouTube 携帯上だと、細かいところまでね、こうやってこう消したりしてね、そうそう、消したりなんかしちゃってね、便利ですよこれ、本当に本当何でもできますからね、何でもできます、本当にできないもん何じゃないかってね、思っちゃいますけどもやっぱりこのアドビフォトショップを使い始めて、はい、あのサムネのクオリティが爆上がりしましたよね。そうですね、インパクトがつけれるようになったというか、やっぱり過去のサムネとか見返してても思いますけど、作りやすいですし、これで文字ね、そう、文字を入れて、入れる、おー、赤、レッグ、ね、ね、いつもの平成フラミンゴっぽいサムネになってきました、でもまだまだね、飾り付けします、はい、ここから文字ね、文字もね、いろんなね、あの文字のあの本当？うん、本当本当があったりしてね、で、あの色とかも変えられますから、そうですね、こういう風にあの黒いオーラとかですね、よく使うやつですね、平成フラミンゴさんが、そうですね、はい、こんな感じで、あとはもう本当に微調整ですよ、もういかに見やすくするか、もう本当に3秒ぐらいで人はこうスクロールしちゃうって言われてますから、この3秒のうちにどのぐらいのインパクトを、ね、与えられるかっていうのが勝負なんで、あ、これもよくヘフラ使いますね、そうです、これ集中線と呼ばれるものなんですけども、これで、ね、これを入れることによっても勢いがね、違う、静止画なのに動いて見えるっていうね、そう思ってます、確かに、はい、そう思ってるんでめちゃくちゃ使ってます、はい、で、あのやっぱりスクショとかだとあの、明るさがちょっと足りないぞっていう時とかも、あのこのようにしてね、こうしてこうということで明るくできると、はい、だいぶね、そうそうそう、色の変化が、はい、もうだいぶ見やすくなりましたよこれ、もう何してるかが一発で分かるサムネを作るっていうことですね、大暴れしてんだな、すき焼きしてんだな、笑ってんな、楽しそうだな、勢いあるなっていうのがもう一枚で分かる、そんな風にしていきたい、はい、じゃあね、ここからはね、フォトショップの、新規機能っていうのをね、紹介していきたいんですけども、これまたすごいですよ、これ例えばね、このね、あのあるじゃないですか、このクリスマスツリー、いつまでも、残ってるクリスマスツリー、これ消したい、消したい、自然なものに変えたい、なった時にこう観葉植物とかね、おー、例えばやります、でね、この生成を押しますと、でこれね、生成中、今これどうなる、どうなることでしょう、どうなる、ほら、おお、どうだ、これは素晴らしい、ね、ほらほら、1、2、3ってこれ出てくるでしょ、あ、いろんなこう種類を自分の好きなように選べるのよ、 すごいじゃん、そう、めちゃくちゃ自然ですよ、こう AI がこう生成してくれるんですよ、はいはいはい、これ便利ですよ、これ便利で、これね、もう一個あって、はい、これ例えば、これ今ほら白枠になってるでしょ、周り、はい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 、もう、ね、画面はもうここで終わってるんですよ、その写真はね、本来、このね、周りを、ね、もしかして、もしかしてこうやって生成すると、おお、生成しまくりますね、これ、そう、生成します、何でも生成できちゃうよっていうことですね、そうですよ、要は、これだって観葉植物もあれですね、あ、そうですかね、ほら見た、あ、すごい、ほらね、右端になかったスペースがこう現れるんですよ、はい、続きがで、これね、左側に例えばこの生成塗りつぶししたところ、こうイケメンと入れます、観葉植物じゃなくて、イケメンと入れるとどうなるでしょう、
楽しいっすね、これ言うたら何でも作れるんですよ、うん、イケメンって結構難しいっすよ、その人々によって違いますから。確かに確かに、だからどんなのが出てくるか。おーっと出てきた。おっとどうだ、これはどうだこれどうだこれどうだ、人によってどうだ。あ、後ろ向いてるんだ。僕はこんな感じで、はいはいはい、いいね、こうしていいね、うん、うん、だからどんなイケメンとか入れたらいいかもね。あ、なるほどね、うん、丸顔のとか、そうそうそう、頬骨が高いとか入れたら違うのかな、うん、みたいな感じで。これいいね。だからもう相方いらない世界線とかも出てくるかもしれないね、逆にね、追い取りちゃえば、むしろ、うんうんうん、うん、そう、確かに一人で撮った動画なのになんか大勢させて、うん、あ、そうそう、だからもうどんだけ生成させてもいいから。だから本当に目に見えるだけが真実じゃない。そうですよ、だって蓋が開いてなかったすき焼き鍋が、うん、蓋開けた状態のものをこう合成して、そうですよね、顔もでかくしてとか、はい、何でもできちゃいます。で、この2つがね、新しい機能らしいんですよ、フォトショップさんのね。いや、これいいっすよ、これめっちゃ楽しくなる、これ楽しいね。うん、それサムネを作る以外でも、うん、普通写真の加工とかで使えちゃう、うん、確かにね、うん、はい、このフォトショップというね、うん、あのものなんですけども、これあの35年以上世界中で使われているアプリなんで、うん、YouTuber 以外でも、うん、クリエイターと呼ばれる方々が、うん、もう世界中で使ってると。はい、すごいよ。すごいです。多分もうあの、うん、私たち以上に使いこなせている方だらけです。いや、そうだよ、はい、もっといろいろできるんだろうね、ね、ね、うん、まだまだ知らない機能があるんだろうね。そうそうそう、あるね。うちらはサムネでこんな感じで使ってます、はい、いつも YouTuber やってみようかななんていう方がいたらね、うん、ぜひ参考にっていう感じで、はい、で、この Adobe が作るこの生成する AI は、うん、著作権に問題のないソースから学習をしてるから、うん、商用利用とかが安全なように設計されてるらしいです。YouTuber の言い方ってことですか。そう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 、ありますもんね、これね、あの著作権とかね、うん、いろいろ商用利用、うん、できないですよっていう、そうそうそう、動画、画像がね、うん、あるからね。だからそこはもう全く問題ないソースから持ってくるから、すごいじゃん、商用利用 OK っていう、うん、問題がないっていう、うん、もう時代だ、そういう時代だ、うん、全部いつかの時代で。なんかさ、うん、戦ってみたいマジで。人をさ、あんな風にさ、煽ることできる？できない。できないでしょ。うい。そう。だからやんのかよみたいなさ。うるせえな、お前。黙っとるやんみたいな感じで。審査員のとこまで行ってさ、こいつやらせませんよ。うん。出せよみたいなやるじゃん。すごくない？すごい。適当にしないんだよ。ね。何見てんだよ。は？見てんだよ。見てねえよ。見てんだよ。おめえが見てんだよ。見てんだわ。来いよ。来いよ。は？来いよ。来いよ来いよ来いよ、あ、お前来いっすよ、来いよ、あ、来いよ、今すぐやらず、今すぐ、は、うちでも本当そういう、あの、あれはできない、その煽りパフォーマンスみたいな。試合に出るのはいい、試合に出るのはいい。もうなんか女子の喧嘩みたいな。そうそう、なんかもう父とかもなんか出てる。おめえ順番名乗れよ。順番だろ、知らねえの、好きに座らせろ、どけは、これうちの席だから。うちの席とかないっすね、さっさ、そうですよね。さっさ、そうですよね。え、そうなん、いいっすよね、そうらしいっすよ。あ、そうなんすか。はい、すいません、あ、でもよかったらいいですよ。あ、いいっすよ、私が、いや、申し訳ない、すいません。いや、いいですよ、いいっすよ、ここに2席あるの。あ、じゃあ、じゃあ、もしも、こちらがうちキングダウンでたら。おい、どけ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 よ。こんなに最初から切れることってあるんですか。どうなんですか、ルールとして。どけよ、モラルがないですよ。順番だよ、どけ、順番ですよね、目見ろ、ね、そうですよね、目見ろ、あ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 、どけした、目見ろって見てるんだろ、目見ろよ、ほら、怖いんだろ、見れないんだろ。あ、すいません、お願いします、お願いします。じゃあ、そこの、ヘアバンドくん。はい。リンリンです。リンリン、あ、なんすか。はぁー、来たなぁ。もう、はい、でかいです。はぁー、もうこれめっちゃ共有だった。遅刻してすいません。え、ありえないっすよね。すいません。え、おめぇ何やってんの。え、なに、あ、遅刻だ。はぁー、え、なに、ピクピクってすんの。ちょっと見て。何？あ？何？震えてるの？形？何？何？やんの？お前さ、腕何本あるの？あ？こっち4本だ。なんで？あ、こっちも足。本気で出てんだから。本気で出てんだよ。こっち。お願いします、マジで。うちは、こいつ出たいっす。こいつ。は？
こいつです、こいつ。は？こいつ。指さすな。こいつ。指さすな。当たってんだよ。は？爪が当たってんだよ。爪が当たってきたんだ。当たってきたんだ。当たってきてるの。当たってきてね。やんのか？速さ超えれるか。こいつやりたいっす。こいつやりたいっす。やりたいっす。マジじゃこいつやりたいっす。じゃあもう面白いから決まりで。よし。よし。お前何？なんか手を。柔道初段。相撲初段持ってる。マジ？うん。煽り方。煽り方。あ、マジで本当に。そっちで勝負するしかない。握り潰すとか言いたい。あれ、じゃあそこのネズミ頭くんどうですか、やる気の方は。潰すだけです。ここはだから、そうもう目も目も焦点待ってる。潰すだけです。で隣になんかうざい急に問題。こいつ思わないんだけど。はい、お前何、お前何、お前何？あ、こいつでもいいですよ。やんのやんの。目を見ろ、目を見ろ。ただるいわ。あ、なんだよ。あ、それみたい。あ、やだ。じゃあこいつ。もうこれだ。動きも。で最後、最後は急にありがとうございました。うわ、こ。顔で。一番この世で苦手な虫は？うわぁ、一番もう見えたけど、うわぁってなるんですよ。幼虫、幼虫見るんじゃない？うん、うん、やめようもしない。なんでなんでお寿司食べてんの？意味がわからない。意味がわからない。どういう神経？ちょっとネギトロいただいて、うん、おいでね、うちの子たち。これなんて読むの？めこ？めひ？なんだっけ、みこ？みこ怪我へ。我に戻れて夏帽子。どういう意味？みこちゃんっていう姿を。あ、着替えて。着替えて夏帽子。自分に戻って夏帽子。よくね？みこ着替え。我に戻れて夏帽子。もっとゆっくり、もっとゆっくり。みこ着替え。我に戻れて夏帽子。我に戻れて。夏帽子。早くできる？できない。できない。できない。難しいよね。寿司うまい。寿司うまい。友と語れて目を合わす。コテ苦手だったの？うちも。ありよりはべり。今そっかり。何がいいの？よいわ。その昔のことを勉強してどうなの？そうなのみたいな。今は良いみたいな。今のさ、JK 語とか勉強した方がいいの。うん、何ついてくないの。だってさ、バイト先のことバサキって言うんだよ。バサシじゃん、もう。うん、バサキってやばいね。なんかバサキが一緒で、みたいな。え、それまとかさ、マジって言うの。うん、マジって言った方が思うの。まあ、まあ、なんか、海外の言葉みたいじゃない。まあ、エマ、エマ、エマ、うん、いいっすね。確かに。それを彷彿とさせてんだったら、めちゃくちゃ頭いいっすよ。頭いいですね。エマって、ね。幸せ与えるよ。そうそうそう。どんどん省略されちゃうからね、うん、人が言葉を喋らなくなってくるんだよ。あら。そう。まあ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 。まあ。うま、うま。うにうまい。ネギトロうまいわ。おいー。おい、マジおいなんだけど。おい、おい、誰が撮ってんの、そんで。誰が作って、誰が発信してるの。インスタ、インスタ。マとかさ、誰が作り出して、どうしてこんな日本に広まったの。それマって確かにね。誰なの、最初は。マってなんだし、いや、マジってことみたいな。じゃあこれからマって言おうみたいな。そっから広まってったりする。わかんないけど、一個の学校でまず広まり、そのだけですごいじゃん。全国に、地元の流全国に。それを YouTube とかをしてる人が聞いて、なんか最近のことマっていうらしいねみたいなのが広まっていくみたいな。なるほどね。そういうシステムなんだよ。システム、システム、そういうシステム。
初リリースだよね、最後にこの曲が。すごいびっくりした今。いや、なんでだろうね、うち怖いなって思うんだよ。なんか最近思ったんだけど、うん、おもろって思う瞬間とか、そのおもろいの位置、うん、人が見てないそのおもろいとかあるじゃん、うん、今のめっちゃおもろみたいな、うん、なんか誰かが何か押して、うん、やっぱ感性が合わない、何笑ってんのとか言われてさ、うん、いや何したら今こうこうこうでみたいな、うん、ああえ、だから多分うちらは当たり前だったじゃん、それが、うん、なんか面白かったってリホンホンみたいな、リホン笑っててみたいな、うん、そう、それってすごいことなんだよ、マジですごいことだなって思う、分かんないのみんな、だからこうそうなるよね、そうえ、ねえねえ、なんで笑ったんだよ、そうそう、ああねみたいな、納得されるみたいな、つら、うん、い、あの瞬間つらいね、すごいことなんだ、おもろいっていうことが一緒な人、うん、友達にしても、うんうん、例えば彼氏とかその旦那さんとかにする人、うんうんうん、って大事だなってすごく思いました、マジで大事です、本当にだから本当に一生、うちらはたとえなんか離れ離れになったとしても、うん、お互い忘れられない存在だろうね、例えばもうなんかすごい喧嘩してとか分かんないけど、うん、もういいよってやめよう、フェンスフラミンゴみたいな、うん、だったとしても絶対忘れられないんだと思う、あなんかの時のたびに、あこれにしちゃったらな、リホだったらなって、なりそうだよ、実際さ、22年間友達だけどさ、うん、22年間まるまるめちゃくちゃ一緒にいたわけじゃないじゃん、うん、そう空白のさ、高校時代とかさ、うん、全く一緒になかったっけ、うん、とかもあるのに感性一緒ってすごいね、すごいよね、だからリホのおかんとかうちのおかんとかっていう話になってくるのかもしれない、もう感性が知らん、わかんないけど、なんか自然を感じたいわけ、確かに編集するよ。見たこと見たこと見たことないやー。見たこと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 。あ、ちょっと落差早すぎた。見たこと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 。何？だから何？だから何？何？誰か得した今ので。何か学びになった。何かを得たねえ、いや分かんない今のね、うん、これだ何かのきっかけになるよね、ちっちゃくなる、だんだんちっちゃくなる、だんだんちっちゃくなる、マトリオシカマトリオシカあんた的なね、的な的な的な、はい、もうね、もう皆さんもう見ない、平成フラミンゴは見ない、もうその方がいいです、見ない方が身のためですよ、うん、そうそうそう、うん、なんか自分のために使いなさい、その時間を、うんうん、そうそう、何かそうアイディアを、そう無駄、無駄、うちが平成フラミンゴじゃなかったら平成フラミンゴの画とか見ない、見ないうちは見るけどね、マジで本当学生は見ない方がいい、とにかく本当に意味ない、意味ない、意味がない、うん、と申し訳ない、本当に申し訳ない、うん、だって他のさ YouTuber さんチャンネルとかさ、うん、まあちょっと見たくなるのさ、なるなる、1万円 Uber Eats とかにしてもさ、うん、1万円しっかり食べきるね、そう辛いところを見せたりとかさ、うん、するでしょ、うん、なんだこれ、なんだこれ編集するとか言ってさ、Uber Eats とか、そんな怖いよ、だからこういう悪いことばっか教えてるの、あら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 、そうだ一瞬勉強しよう、でもさ平和のサイズはさ一瞬編集しようってできてないじゃん、できてない、いいよ、うちらも一緒だね、じゃあ見てみて、なっちゃうから、これを推奨しちゃってるから、ダメダメダメ、本当にダメだよ、これダメな大人の姿見せてるだけだね、そうそうそう、本当にそう、ていうかね、この二人が揃うとダメなんですよ、ダメですね、もう昔から言われてました、はい、あの先生にも顧問にも言われてましたよね、言われてました、その二人が揃うとろくなことがないと本当その通りなんですよ、だから本当にろくなこと起こしてないでしょ、起こしてないんですよ、ね、ここ数年も、うん、本当にね、おかしいでしょ、なぜ YouTube を始めてしまったのかっていうそこそこですよ、まずいや、よかったよ、本当に、うん、だから感謝でしょ、感謝感謝、ありがとう、ありがとう、やんの編集はね、深々と2回やる、で、あ、こっち見てこうなっちゃったから、うん、やるのやるよ、丸坊主お化けが、なんだよ、これマジで本当に、そう、空き地のいいの、ただベッドでも最高、うん、ね、しかも、うん、大丈夫大丈夫、すいません、水飲むか、お水あります、うん、あ、醤油、あ、醤油大丈夫、はい、うん、頑張ってね、最近ね、はい、なんか困ってることとかない、うわ、特にはないです、大丈夫、はい、でも入ってさ、うん、ちょっとでしょ、まだそう、ね、うん、もう2年経った、うん、いや俺12年だよ、あ、そうです、今日は、
今日この後あ、ちょっと行かないといけないところがあった。何からしで、まあ、そうですね、いや、友達もあ、いいねエロやつ近いです斉藤さん近いですな、寒いもんな、いつも言ってます、いつも言ってます私、斉藤さん近いって寒いな、あ、部長来ましたよ、冬始めます斉藤さんが近いです部長、近いと何があるんですか、よく言うじゃないですか、ハリネズミも傷つかない程度に近づく、誰かしこで何してんの、せんの、あ、あの株式会社スカイピースさんの方からあ、レッドブルの差し入れ、あ、マジっすか、あ、はい、あの皆さんでいただこうかなと思いまして、ありがとうございます、レッドブルノンシュガーを一応こう選ばせていただきました、ありがとうございます、あ、差し入れ冷えてないですか、あ、もう元気に冷やしてません、あ、冷えてないんですよ、はい、あ、話変わってくるの、はいはいはい、ちょっと冷たいかなと思って、あ、なるほど、じゃあキンキンに冷えたモンスターが2本ありますけど、はい、いただきます、あ、いただこうか、はい、こちらですね、 ありがとうございます、はい、キミヤありがとう、はい、あ、キンキンだ、乾杯できますか、頑張っていきましょう、うん、あ、お疲れ様です、お疲れ様です、今日もよろしくお願いします、チキあげてもらっていいですか、その時間よろしいですか、あ、ダメっす、ダメっすね、はい、一応時間だ、一応コーヒーとかあるんですけど飲まれますか、僕そういうのに頼んないんで大丈夫です、あ、すいません、お邪魔しました、はい、ありがとうございます、今爆臭地方でなんか見たことない指の動きしてます、すごい早かったですよ、はい、あの集中するとこうなるんですよ、そうですね、やめてください、だから集中力を途切れさせるの、すいませんでした、すいません、はい、すいません、どうされました、寺島さん、はい、が様子おかしいです、様子おかしい、はい、頭から様子おかしい、動かないんです、動かないです、ちょっと見せますか、はい、4時30分です、なるほど、これどうしましょう、その起こすのか、はい、もうあの寝かせてあげるのかっていうのは、これはですね、起こします、辛いさかなぁおはよう、みよ、やっとカメラ回ってって飛行機、そう、そうですね、ただいま時刻4時30分です、4時30分、そうそう、行かなきゃ、え、大丈夫、大丈夫、まだまだ全然まだ迎え来てない、来てないです、うん、なんかご安心ご安心、はいはい、戻って戻って戻ってください、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 あなたはそこ、あなたはそこでしょ、はい、ご安心なきゃないですから、そうですよ、こっからですからね、びっくりしましたよ、寺島さんが、はい、編集終わりました、あ、どうも、彼に拍手を、ありがとうございます、おめでとう、素晴らしいですね、いい、じゃあれ
くる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 ペタ僕がまだ終わっていません、はい、あ、寺島氏なんだね同じ会社の私めが全くまだ終わっておりません進み具合で言うと1割5分です1割5分ミリダリン9割9分だと結構やばいっていう感じのしか知らないですねちょっとですあちょっとですってことですか10分の1ぐらいですかなんかそう言ってくださいただいまの時刻何ですか編集長ただいまの時刻は5時2分スカイピースさん上がり上がりあの一応編集は終わりまして僕が編集するのは先ほど撮影したマイガー動画になるんで皆さんまだやられてますその心を感じ取ってください見てください社員の目をねえうつろですか上がるんですか僕はあそこにいる相方最高級のブスメガネに判断を任せます私が決めちゃっていいんですかはいどうぞ上がるか上がらないか筋肉ルーレットお願いしますおっと乗った油に聞いてみる行くのかい行かないのかいだ、え、ブスひょっこりはみたいになってんな一人みたいなあ、じゃあ帰りますえあ、あれいやいやいやおヘラクレスブスメガネだ言い過ぎだなええ行きますか行きましょうちょっと待ってください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 あああちょっよっもう眠いんでねよっよっよっちょっと待ってください兄さんマジっすか見てからにくださいよ見てからにくださいよあー、多いマンだ多いマンだあー多いマン行かないでいいじゃないですかん三つ浦やんと分かりましたよ三つ浦さん分かりましたあ見てください戦友が一気に二人もいなくなるのか二分の一になりますからねただのエスグラミンなんですよただのエスグラミンなんだ一応コラボ動画です彼らたちは午前中から撮影があるってことで結構ヤバいですヤバいですね、うん、やばいそれなのによく頑張ってくれました、うん、いや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 全然ですよ仕事終わられてどうですか今の気持ちとかまあでもここに入社して思ったことはやっぱみんなで夜コンビニ行くのもマジで楽しかったです僕は普段いつも一人で仕事してるんです誰もいない暗い部屋でずっと編集しているでも今日は見てみてこんなに友達がいるすごく幸せだった僕はここに来れて本当に幸せ何でも欲しいうん。俺も帰っていいですか。あれ？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 店長。店長。一旦スカイピースさんは帰られるので、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。すごいやっぱり楽しい時間で、毎回こうやっぱり思い出に残る時間。そうですね。楽しすぎて話しちゃいましたね、すごく。そうですね。ほぼ話しちゃいました。また遊びに来ます。おいでくださいませ、いつでも。たまにはお仕事なしで。あ、はい。ですね。ゲームとかしながらねやるあいいですねいいですねマリオパーティーとかさあー気づいたら4時じゃんみたいなああそれでいいですねスカイピースさんのチャンネルの方でも私たちのコラボレーション動画が上がっていますので、はい、皆様概要欄からぜひぜひチェックしてみてはそれではバイミンゴありがとうございました本当にありがとう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 デレ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 あベースやっぱりベースだったベース好きなんだろうなこの人それまさか味噌汁えそうですてかみんなで動写真撮んねえ撮んねあっちこっちにうまいうまいうまい
でも今からどんどん増えていくんだよ。60億個のほんのちょっとの愛と平和とその優しさで、これに何なんじゃもんじゃなキャラクターでケモズ、そんなやついたら二度とこいつの音色聞こえなかった。この音に一番近い声を出せたやつ優勝。イエーイ、面白そう、そんなにウィキ、おお、うまっ、ウィキ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 、いやー、テオくんだな、テオくんだ、おお、ありがとう、ありがとう、みんないいやつ、全力で本気でそれ全力で付き合ってくれるんだいい友達持ってる。藤崎写真撮ってよ。おお、写真撮る、藤崎え、ちゃんともらえるところで撮んない。イエース、この写真に挿入して、あ、危ない。はい、チーズ。待って待って、うちのケタブリなんか、ちょっと待って、危ねえ、ゆで卵乗ってません。あれ、ゆで卵乗ってませんよ。ゆで卵、ゆで卵、ゴーゴー、ゆで卵、ヘイ、ゆで卵、ヘイ、ゆで卵、ゴーゴー。みこの豚に会いすぎてて、クソンクソンクソン、女の子場所、クソンクソン、エロい女、クソン、キモヤス、キモヤス、やめんね、やめんね、ラベンダー、しもしも、すみません、今向かいます、ちょっと焦ること遅すぎて、ちょっと、やばいやばいやつ、やばいやつだ、このままキモいやつ、言ってる、言ってる、今もうやっすぐ、もうやっすぐ、こちら曲に来て何時間経つ、まもなく12時間経ちます。怖い、 I'm scared scared I'm so scared why we long time stay here and that編集、編集はなってた、編集はムービームービームービーチョキ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 もじもじいれいれ、 yeah yeah yeah, we are fighting fighting, yeah, now now right now right now, yeah yeah yeah, yeah, 邪魔すんの、 yeah, huh, you are a long speaker, yeah, wow, I'm heart is broken, long time speaker of you, yeah, wow, sad, I'm sad, sad, no sad, 文字じゃ、文字もでかくなってもいいけど、え、What's happening? No! No! Thank you! Oh my god! You look like Mokubichi. With it. With it. You're happy? I'm happy. Yeah. Okay, 編集のことなど頭を忘れて。一回放っとく。やばい、見て、やばいっす、 Oh my gosh! Oh my god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 ! ちゃんとやったらもう入ってます。 Here you are! Oh my god! 人間好き好き、やばい、超生き返る、超嬉しいです。今、1秒後、目の前にリホちゃんがいるっていう確証がある、泣くなさそう、なんすよね、なんで、何が起こるか分かんないから、一秒後だよ、ピッチ、でもそれをさ、それずっと繰り返してる、
それはずっとはあかんのよ。だってずっとっていうのはつまり 何十秒後かで。そうですよ。でもそのずっとがたまたまその1秒後にかぶったらどうなるんでしょうね。それ聞いてどうしたいの？君は好きな YouTuber 誰ですか？平成グルーヴ。あー言うと思った。どっち推しですか？誰たんですか？シビア。10万人チャンネル登録者数がいったらちょっと一回お会いしてほしいかも。ほんまですか？うん。あれっすか、あのコーヒーとかカフェオレとか。あれ、あ、なんかあ、それコーヒーオレ。あああああ、美味しかったね。ありがとう。感謝感激ピカメ。ピーマン、え、カレーピーマン。何言ってんのって聞いてんの。何も言ってないって言ってんの。ないって、ないって、ないって、ないって言ってんの。これはパンマかけど、もう何気持ちを紹介した方がいいわけ。これ使いにくい。あの、子供にサンプしてんだ。そう、あの、間違えたってサンプしてんだ。あ、そういう付けてんだ。早い。個別に動かすっていうのは無理なんじゃないの。あ、個別に動かす無理なんだ。そうだよね。聞いてみない。普通に考えるとそうだよね。でも別にこれ変かな。じゃあ逆に聞こうかな。うん、これ変なのかなって。別に変じゃないと思うんだけど、なんか自信なくしすぎじゃないっていう。あ、そうだよね。うん、ことだけはいい。オッケーオッケーオッケー。手くね。やっぱ急にね。目見なよ。うん。目見ときなよ。うん。ね。人と話すときは目見んでしょ。目見でしょ。うん。本当にさ。本当にマナーはさ、考えて。本当に。目見て。うん。分かった。見てんの？見てって。だから。見てんのかって聞いてんから。ね。そっちが。また遊んでね。大丈夫？貸してあげただけなのさ。心のとんがりコーンはめてるでしょ。うまいこと言った。でも集中して。え、気持ちよく飲めてる。私面白かった。私が編集してんの？してるしてるしてる。邪魔しないで。静かにしてもらっていいですか？何ですか？そんな席ないですよね、あなた。かわいこぶりっ子。最低ですわ。ギリギリのラインで寝ろ。ちょっと先生呼んでいいかな。私も。ね。それは本当にありがとう。ねえ、力力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 ありがとうございます。そしたらママにこのカラーってこれでおめがーし。えねえ、動画撮ってる時ってさ、すぐ時間過ぎるのにさ、編集って時間かかるの。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。I'm so crazy boy、うん、You are soデコビトンでデコビトンで。終電来る。なんで？怖いよ。怖いよ。
帰ろう。帰る場所、帰る